まして、皆さんこんばんは。ただいまよりこちらの特設ステージにて第38回全国都市緑化熊本フェア熊本花博開催100日前記念公式テーマソングの発表を行います。全国都市緑化フェアは緑豊かな街づくり、窓辺に花を、暮らしに緑を、街に緑を、明日の緑を今作ろうを統一テーマに毎年全国各地で開催されています。熊本では昭和61年の開催に続き36年ぶり2回目の開催となり、今回は熊本花と緑の博覧会ザ・グリーンビジョン未来への伝言と題し、2022年3月19日から5月22日までの65日間開催されます。街中、水辺、町山の3つのメイン会場と県内の花緑の名所などをパートナー会場として熊本の魅力を発信するとともに、花や緑、水の大切さを次世代に承継してまいります。加えて熊本地震からの復興と支援に対する感謝のメッセージを全国に向け発信いたします。これから開催に向け皆様と共に熊本花博を盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは主催者を代表いたしまして、第38回全国都市緑化熊本フェア実行委員会会長であります熊本市長大西和文より皆様にご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは。熊本市長の大西です。今日はこうしてクリスマスマーケットが、開催をされるこのステージをですね、お借りをしまして、こうして、全国都市緑化熊本フェア熊本花博の100日前の、イベントとしてですね、この公式テーマソングの披露ということで、こういう場を、いただきました。本当にありがたく思っています。そしてお集まりの皆さん、本当に、ようこそいらっしゃいました。もうこの熊本駅前もですね、すっかり、きれいになって、駅ビルもできましたし、今年本当に大きな節目の年になったなというふうに思っています。そして今年こうやってにぎやかにクリスマスマーケットが、開かれる。そしてあと100日後には、この熊本駅前にもお花が、来ると思いますけれども、花畑広場、それから江津湖や動植物園、それから辰田山、この3つのエリアがですね、メイン会場というふうな形になってですね、全国からですね、多くの皆さんにこの熊本花博に来ていただくということになります。これからですね、皆さん方にですね、ぜひ、この熊本花博を盛り上げていただけるように、この今日発表する公式テーマソングをですね、きっと私今日初めて聞きますけれども、きっと素晴らしい、曲になってるんじゃないかなというふうに期待をしているところです。そして全国からですね、今感染も少し落ち着いてますので、多くの皆さんにですね、この熊本にお越しいただいて、そして花と緑に囲まれて、そしてこの熊本の素晴らしい豊かなですね、自然環境、そして、熊本地震からちょうど6年が、来年ちょうどそういう節目になりますのでですね、多くの皆さんにご支援をいただいた感謝の気持ちも込めて、花と緑でいっぱいのこの熊本をですね、皆さんに見ていただきたいと、このように思っているところです。今日はこのクリスマスマーケットの実行委員会の皆さん、こうした場を与えていただいた皆さんに心から感謝申し上げます。そして JR 熊本シティの山下社長はじめ関係者の皆さんにも心からお礼を申し上げまして、簡単ですけれども私からのご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございます。大西さん、ありがとうございました。
しょうか。カメラに収めていただきましたでしょうか。はい、ありがとうございます。それではフォトセッションの時間を終了とさせていただきます。以上で熊本花博開催した。ではこの後、実はレオラさん引き続きクリスマスマーケット熊本にお越しの皆様に向け、レオラさんによるスペシャルライブ楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。かわいい、かわいい、かわいいよ。どうですか、蝶々。なかなかいいぞ。飛んで飛んで、クマも飛んでっちゃうよ、クマも。そのままどこ飛んでくの。ありがとうございます。またね、蝶々さん、バイバーイ。バイバーイ。お疲れ。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございます。でしょう。ちょうおうちょ、ありがとうございます。ちょうおうちょう、菜の葉にの葉。歌うまいね、海。まあ、海ですから、あんま上手くない。上手くない。海もうちょっとしっかり歌わない。お疲れ様。ありがとうね。皆さんどうもありがとうございました。この後もね、花博ぜひ楽しんでください。あとクリスマスマーケット。花博まだ、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 まだ100日前でした。はい、はい、はい、渡りますよ。ありがとうございました。バイバーイ。気をつけてね。私もそっちの方です。友達が、バイバーイ。バイバイ。行きますよ。あれって、そ、軽